カンペチェは、メキシコ湾岸にあるメキシコの都市で、カンペチェ州の州都である。2005年の国勢調査で、の人口は21万1671人だが、都市圏として、の人口は23万8850人である。スペイン植民地時代に築かれた城壁や要塞などの防衛施設群が評価され、ユネスコの世界遺産に登録されている。カンペチェは、 スペインのコンキスタドールたちによって1540年にサンフランシスコでカンペチェの名で建設された都市で以前に存在していたマヤ人の都市カンペチュもしくはキンペチュの上に築かれた。マヤ語ではヘビとダニの地を意味していたとされる。コロンブス到達以前に存在していた都市は3000の住居と様々な記念建造物を要していたとされるがその痕跡はほとんど残されていない。 2006年に発見されたカンペチェの墓地は、エルナンコルテスが、マヤ人やアステカ人を服属させて間もなく、アフリカ人奴隷たちが連れて来られたことを示唆している。墓地は1550年頃から1600年代後半まで使われていたものだった。カンペチェは、1840年代には人口約2万1000人を数えていた。19世紀半ばに、ヒサル、 ついでプログレソにとって変わられるまでは、ユカタン半島における主要な港だったのである。歴史的に見れば、20世紀の終わりに、キンタナロ老衆の発展が凌駕するまで、ユカタン半島では、規模、重要性ともメリダに次ぐものであった。都市には、スペインの植民地だった時代に、海賊などから町を守るために築かれた城壁や防衛施設が残されている。 その保存状態の良さと建築水準の高さから1999年にユネスコの世界遺産に登録された。本来はスペイン人たちが城壁の中に住み、現地の先住民たちはその周辺に形成されたサンフランシスコ、グアダルーペ、サンドマンなどの地区に住んだ。これらの地区には当初の制度群が残されている。フランシス・ドレイクをはじめとする イギリス人やオランダ人たちの海賊たちが、ほとんど160年もの間、恒常的に攻撃をしていたため、1686年に、当局は、死の防衛力増強に着手した。フランス人医師、ルイ・ブシャール・ドブクールは、壁と共に都市を囲んでいる防衛建造物群の統一を命じられた。その完成に際し、カンペチへの中心市街を取り囲む、不規則な六角形の死壁は、 長さ2560メートルに及び、それぞれの角には防衛上の拠点が置かれていた。これらの防衛拠点は以下のように異なる目的に転用されている。城壁には中心市街に至る4つの門があった。正門といえるのが大地の門と海の門である。大地の門は17世紀当時のアイテムを維持しつつも毎週3夜、 音と光の見せ物を行う観光名所になっている。四つの門の残り二つは、グアダルーペモンサンロマン門で、私壁に隣接する、外の地区に通じている。加えて、市内を守る要塞は、近隣の二つの丘にもあった。サンホセールアルト要塞とサンミゲル要塞である。これらの要塞が備えている大砲の射程は長く、見張りにも使われていた。サンミゲル要塞は、 現在博物館として使われており、スペイン人到達前の品々を収蔵している。サンホセ要塞は当時の船舶や武器に関する収集品を収蔵している。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。